ポルトガル共和国国家警備隊は、ポルトガルにおける国家憲兵組織、公共治安警察と並ぶポルトガルの警察組織であり、重要施設の警備や地方部における警察業務、議場活動などを行っている。国防省の参加にある組織であり、平時の指揮は内務省が指揮をとっており、自民の管理も行っている。国防省は、装備や 軍事上の訓練ドクトリンの作成などを行っており、有事においては、軍が指揮を取ることとなる。警備業務が主であり、犯罪捜査は主に司法警察が行う。前身は1801年の王立警備隊警察に遡る。フランスの騎兵隊、ジャンダルムリに藩を取ったものである。1834年に、ポルトガル内戦の結果、王立警備隊警察は解散し、 都市警備隊に再編された。1910年のポルトガル共和国成立以降は共和国警備隊となり、1911年に共和国国家警備隊に名称変更をした。2009年には大規模な機構改革により、税関、税務業務、国境、会場警備を担当していた財務旅団のうち税関、税務部門が独立し、財務警備隊として、 財務省参加となった。また、地域展開部隊も4個旅団から20個地域、司令部へとなった。ありがとうございます。